本日はですね、プチプラだけでビジュアル系メイクしてみたということで、メイク動画やっぱ出したことあるんですけど、そのメイク道具やっぱりこうちょっとね、いいすごいいいものだったりするので、こう真似できないよっていうね声が結構あったんで、プチブラどうそれこそドンキホーテとか、薬局とかで買える、メイク道具のみで、ビジュアル系メイクをしてみたということでね、もう早速ですけどね、メイクやっていきましょう。じゃあまず化粧水と乳液を塗っていきます。この辺は基本的に皆さんがお好きなのを使ってください。普段使ってるやつ、はい。ということでカラーコンタクトを入れるのを忘れてたんで、カラーコンタクトを入れたいと思います。こちら、クオリテの、14.5 ブラッディレッドですね。一番自分の中で発色が良くて、14だとちょっと自分の目だとちっちゃく感じるので、14.5 の、ブラッディレッドの赤のカラコンを使ってます。はい、発色はこんな感じです。今から、二重を作っていきます。二重もこのアイテープはよくある何でも大丈夫だと思います。二重の量をつけております。右左こんな感じ。ここの眉毛と目の近さがすごいんだよ。これがマジで大切。ロールのビジュアル系メイクにこの縦幅ビジュアル系だと映えますね。D アップのラッシュフィクサー EX、 これまつげのりなんですよ。実はつけまつげつけたりする人とこう両方買うのちょっとコストかかるじゃないですか。なんでつけまつげののりで二重作れちゃいます。こちらで二重作っちゃいな、整形中によし自分で言って笑ってるそう、自分で言って恥ずかしくなっちゃった。恥ずかしくなっちゃった。続いて、下地をいきたいと思います。こちらパシオトーンアップ、以前1回使ったことなんですね。ちょっと白目、これぐらい黒いと普通シャツちょっと白くない、ちょっと白いね。でもちょっと白いね。トーンアップって書いてあるぐらいだから、こんな感じですね。やっぱちょっと白目だよね。ビジュアル系とかそういう濃いメイクの時は OK だけど、ちょっと薄いナチュラルのメイクの時はちょっと NG だと思います。もうちょっと濃い色を使った方がいいと思います。はい、次ファンデーション、メイビンから出てますね、フィットミーリキッドファンデーション DN110 30ml。 俺が使ってるファンデーションに色が近かったんで、なんとなくで買いましたなんで初めてつけるので、こちらちょっと怖いですけど、ちょっとつけていきたいと思います。はい、こんな感じ。ファンデーションやっぱちょっと白かったね。でもこの後もしかしたらちょっといろんな手を使ってちょっと黒くなるかもしれないけど、まあその辺ちょっと今後のお楽しみで。コンシーラーですね、こちらザ・セムチップコンシーラー、はい、こちらこれ結構なんていうんですかね、ビジュアル系メイクだと結構使われることが多いコンシーラーなイメージがあります。とこのファシオの、エアリーステイコンシーラー、こちらこの2つを使って、いろんなところを潰していきたいと思います。逆にこれでちょっとトーン落としてるコンシーラー、そういう作戦もあるのか。ちょっと落ちた、ちょっと落ちた、ちょっと落ちた、ちょっと落ちた。普段は基本的にはファンデーション同士を混ぜるのがまあ普通なんですけど、今回そのプチプラのみで俺は買ってきたものしかないんで、コンシーラーで色をちょっと黒くするっていう、もう今プロの技を出してもらってるっていう感じですね。こちらフェイスパウダーですね、マルチカラーフェイスパウダー、柔らかく明るい肌ということで、全体的に白目変えすぎてる。シェーディングを、全体的に、入れていきたいと思います。シェーディングこちらブローズイングパールマット、こちらちょっとね赤みが強い、ファンデーションなんですけど、こう黄色みが強いのもあるらしくて、日本人の肌には黄色みが強い方がちょっといいみたいです。こちらアイブロウです。アイブロウパウダーのナチュラルブラウン、こちら3色入ってますね。ちょっと明るめのと真ん中と暗め、この3つから選べますね。はい、リートライナーのライトブラウンで、こちら眉毛の形を描いてもらってますね。今こういうのがこれ綺麗だね。さっきのリキッドライナーの上にですね、こちらの一番白いところの
やつを重ねて塗りました。するとこういう感じの色になりますね。キスミヘビーローションカラーリングアイブロウ、色は、アッシュブラウンですね。03アッシュブラウン。ここからプロの技ですよ。このアイブロウパウダーをシェーディングとして今さらに代用してもらってます。うん、わかる。うん、なんか人の顔になってる。見てください、みんな人の顔になってます。さっきの真っ白の顔じゃなくて人の顔になってます。ハイライトキャンメイク、皆さん大好きキャンメイク。俺ですらキャンメイクは聞いたことある。キャンメイクグルーフルールハイライター。クリオシェード&シャドウパレット02ソフトデプス、はい、こちらですね。いろんな色入ってるやつにしてみました。はい、使いやすそうですね。薄い、やばい。あ、だとちょっと薄いって感じ。はい、今涙袋塗ってるんですけど、さっき使ったリキッドアイライナー、こちらで涙袋を代用してます。なんですごいコスパがいいです。結構ねパッキリちゃんと見えんだよね。だから本当にこれ1本でおすすめです。はい、先ほど使ったコンシーラーで今涙袋のハイライトを塗ってもらってます。ハイライト挑戦してる形を調整してもらってます。今ブラウンのシャドウで、そう、下のラインのこれはもう下書きというんですか、こうみんなわかるかな、ここに下書きみたいなの書いてあるんです。これはさっきのこのシャドウで昔も当てます。次が、ケイトのレアフレットジェルペンシルブラウンかな、で、アイラインの、下書きを書いていきます。はい、こちらベースをダブルラインとかもろもろいろいろ引きましたね。もうなんとなくダブルラインとか見えてきたね。ヒロインメイクスムーズリキッドアイライナースーパーキープ04、もう一回重ねていきます。もうちょっと濃い色なのかなこれは、うん、これはでもプロの領域の技なんでね、使ってもらえないですかね。こちらケイトレアフレッシュフレフィットジェルペンシル NBK ブラックですね。こちらで、今度はちゃんとアイラインをこれから描いていきたいと思います。次はリキッドアイライナー、アイプルーフウルトラスムーズアイライナーディープブラック。結構リキッドアイライナーはジェルライナーよりパキッとなるらしくて、これ先端とかこういうところでも描きやすいみたいなんで、リキッドアイライナーで、上から描いてもらったって感じです。茶色のこっちでダブルラインをちょっと上から重ねてもらいました。だいぶこれだけでもだいぶパキッとしてるよね。もうラインできてるというか、ぼかしたり上から塗ったり、これが多分すごい大切なことなんでしょう。本当は黒のシャドウがあったらこういうところ黒のねシャドウで塗っていきたいところもやめもなんですけど、黒のシャドウってなかなか今売ってないっぽくて、なんで今はジェルライナーを塗ってもらって、それをぼかしてっていうので、それを黒のシャドウ代わりにしてもらいました。次は赤のシャドウを塗っていきたいと思います。待って、テンション前はっていう、ちょっと薄めの赤なんで、ここからリップを代用してもうちょっと赤くしていきたいと思います。こちらリップはですね、メイベリンの SP ステイマットインク117ですね。口紅でもシャドウ代用できるっていうのが、さらにこれあれじゃない、コスパ技じゃない。これかなり赤くなりましたね。これぐらいしっかりと赤く上重ねとなりますね。はい、はい、ということでいろいろもろもろやって完成しました。顔はどうですか？
総額まあ1万5000円いってないかなぐらいで、この顔になります。でこの後、まあ髪とかもろもろいろいろやって最後完成をどうぞ。はい、マスカラを忘れてましたなんかラストとか言ってたけど全然ラストじゃなかった。はい、マスカラとマスクを何もやってませんでした。はい、ま、じゃあマスカラですね。メイベンニューヨークハイパーカール。下まつげを描いてもらってます。今こっち側だけ描いてもらって、はい、こんな感じで普段下まつげをつけずに描いてますね。こちらまつげではですね、ドーリーウィンク、ドーリーウィンクのドンキホーテ限定上まつげ用、はい、つけまつげつけました。基本的にね、前髪隠しだったりするので、今日こっち側だけこうやってつけまつげつけました。なんで次は今度の髪の毛にいきたいと。ハイライトですねもう本当に忘れちゃう。もう行き急いでるからさ。じゃあ最初に口も塗っちゃいます。はい、ということで、完成しました。イエーイ。はい、髪型も終わって、もう俺がね、今回はあの商品とかもちゃんと紹介したので、より一層こういうメイクができやすくなったんじゃないかなと、思いますので、ぜひ、皆さん参考にしてみてください。ということで、本日もありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。Yeah.